こんな桜の飾りを作ってみました。お花紙はピンク系の五色鶴を使い、型紙を当ててたくさんの桜を作りました。型紙の作り方とお花紙の桜の作り方は別の動画がありますので、そちらを参考になさってください。お花紙は薄いので何枚も重ねて一度に作ることができます。お花紙の色や切り方を変えてたくさん作っておきましょう。これをラミネートフィルムに挟みます。花がずれたり浮いたりしないようにスティックのりをつけておきましょう。ここに色や大きさを考えながら桜の花を置いていきます。後で切り離すので、隣の列と5ミリ以上間が空くようにしましょう。並べ終わったら、お花がシワになったり浮いたりしないように気をつけながらシートをかぶせていきます。この状態でラミネートするとぴったりと密着して透明感のある桜になります。周りを少し残しながらハサミで切り取ります。これを園芸用の U 字に曲がる支柱に取り付けていきます。花をつける位置を決めたら、縫い針に糸を通して玉結びをします。これをラミネートした花の端っこに突き刺して、糸はセロテープで留めてみました。糸が抜けないようにぐるっと巻きつけるようにセロテープを貼りました。ここで余分な糸はカットします。お花が軽いのでこれでもう落ちません。両端を持ってこんな風に曲げることもできます。透明感のある花がゆらゆらと揺れます。窓辺に飾ってもとても綺麗です。